お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなりますよ。着替えます。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで、その可能性はかなり高い。それがお前と沙織君で出した結論か。ええ、橋木はアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでも橋木はそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すために橋木は殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドテックナインの論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰が橋木を殺したかです。直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。ふん、叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。ちょうど明日泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出されたんだ。じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。よ、いろいろ見えてきた気がするな。やっぱ沙織さんに活躍してもらった甲斐があったろ。
らく寝とけってこの刀をめぐる物語はぐ時間食っちゃったよ。よう、黒岩に伝言頼まれてよ。これから東京地検に行ってくれ。泉田検事がお前をお待ちかねだ。なんでわざわざここに来るんだ。電話で済ませりゃよかったろ。虫の知らせってやつが来てな。え？お前がもしこのまま逮捕されたら、その顔も見納めだと思ってよ。演技でもない。まあもし逮捕されてもあんたから情報を買ってたとか言わないよ。それが心配で来たんだろ。ああ、もし行ったら無所に殺し屋送り込んでやる。ふん、あんたにそんな力はないよ。黒岩にいいようにされてるもんな。ありゃ世を忍ぶ仮の姿だ。黒岩がいない今なら答えてもらえるのかな。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかってんだ。警察はどんな証拠握ってる。まさか知らないってことないだろう。いや、本当に俺も知らねえんだ。今回黒岩は側近以外の刑事に全然情報を下ろしてこない。何なんだろうな。そっか。すぐに地検に出頭しろよ。あいにくお車代は出ねえけどな。分かってるよ。
凍らせてもらうよ。時間食っちゃったよ。まで行かれますか。それでは出発いたします。お待ちしてました、八神さん。わざわざお出迎えか。私の顔を見せて八神君を油断させたいんだって。泉田賢治が。あいつ相変わらずだな、そういう小細工が好きなとこ。八神君は今日なんて言われてここに来たの。泉田賢治が俺と話したがってんだろ。話によっちゃ俺に逮捕状を出すつもりとか。どうかな。そんな気楽な感じじゃないと思うよ。え？じゃあどんな感じ。例えば集団リンチでも始めるみたいな。おいおい、ちょっと頑張ってね。失礼します。八神さんをお連れしました。ご苦労さん。検事生までいるんだ。どうぞ。なるほど、集団リンチか。あんた方はみんな検事さん。八神先生、黒岩刑事から聞いていると思いますが、新谷弁護士が殺害された件でお呼びしました。ただしこれは非公式な場です。まあお互い知らない仲じゃないですし、軽く雑談するつもりで。軽い雑談ね。でも俺はあんたが望むような話はできないよ。例えば俺が新谷を殺しましたとか、そういう話は特に。そもそも立証責任っていうのは検察にある。なんで俺に新谷殺しの疑いがかかっているのか、まずその根拠を聞かせてくれるかな。新谷先生が亡くなった夜、あなたは何をしていましたか、八神先生。質問に質問で返すのか。随分横暴なんじゃ。
あなたに事件当時のアリバイはあるんですか？はあ、凶霊界のヤクザたちが詰めてる KJ アートって会社がある。事件の晩はその近くで若頭の塩屋たちと会ってた。俺のアリバイは連中に聞けば確認できるはずだ。ではあなたの事務所から新谷弁護士の死体が出てきたのはなぜですか？俺に聞かれたってわからないよ。犯人を見つけてそいつに聞いてくれ。ええ、だからあなたに聞いてるんですよ。ちょっといいかな。森田健二生、お願いします。八神さん、あなたは新谷弁護士のスマホから発信履歴を盗み見しましたね。新谷さんは亡くなる前、創薬センターに電話をかけていらした。そのことを知ったあなたは間もなくセンターに押しかけて、木戸さんや庄野さんを問い詰めている。なぜそんなことを？新谷がなんで殺されたのか自分なりに調べようと思ったからです。それは警察の仕事ですよね。検察や警察には任せておけませんよ。よくトンチンカンな犯人を捕まえてますからね。まさに今の俺みたいの。なるほど。では犯人は別にいると？あなたはそれをこの場で説明できますか？俺はそのためにここに来たんです。ほう、それは頼もしい。検察があんまり頼りないもんで、おかげで苦労させられますよ。始めていいのかな？まあ、どうぞ始めてください。俺は新谷が殺された背景には大きな前提があると考えてます。ご存知の通り、まず1年前にアドデック9という新薬の論文が発表されました。アルツハイマーを治せるとして非常に期待されている。ところがそれを開発する創薬センターの関係者が半年前ある事件で殺されたことはあまり知られていない。センターの関係者が殺された？誰だ？創薬センター副所長の橋木徹。橋木は神室町でたまたま行き合った相手と口論している姿が目撃され、その後路上に倒れていた。素手で暴行を受けており、病院に運ばれて3週間後に死亡。今も犯人は見つからずじまいです。検事はこの事件を。私は初めて聞いた。まあ確かに大きく取り上げられた事件ではありませんでした。ところでこの橋木という男にはちょっとした裏があった。裏？関西の大手ゼネコン梶平グループの会長のために動いてたんです。梶平は創薬センターを含む地域を再開発する計画を持ってましたね。凶霊界のヤクザを手駒にして厚労大臣にも根回しを済ませていた。ところがアドデック9の登場で計画はご破産。表に出ない大損失をかぶってしまった。その額1000億。何？そんな梶平にアドデック9を潰してみせると豪語していたのがこの橋木です。そして橋木は神室町で暴行を受ける直前、もう一人のセンター関係者と会っていた。店で橋木と飲んでいたのはアドデック9に深く関わっているこの人物です。泉田健二は見覚えがあるはずだ。彼は3年前にセンターで起きた事件の目撃証人だった。生前の被害者枠という老人を見たと証言していた。覚えている。庄野って研究員だ。ああ。そして
アドデックナインの開発ユニットリーダーでもある。この生野にハシキはアドデックナインの論文には何か問題があるはずだと詰め寄っていた。問題というのは？例えばデータの捏造や薬の効果のでっち上げ。そもそもアドデックナインは創薬センターの閉鎖話が出た途端、突然センター長の軌道から発表されたものです。ハシキはそれをできすぎと考え、裏をしつこく嗅ぎ回っていた。ただその動きはアドデックナインに莫大な利権を見込む人たちにとって非常に目障りだったはずです。じゃあハシキは計画的にカムロ町で殴り殺された？はっ、よかった。そう考えるのは俺だけじゃなかった。あなたもそう思ったわけですね、泉田健二。こうなるとアドデックナインの周りには何か随分と深い闇があるんじゃないかと思いません？ここで新谷の話に戻ろうか。新谷も死の直前、創薬センターに電話をかけて何かしらの接触をしようとした。そのことももしかしたらアドデックナインの闇に潜む誰かを刺激したかもしれない。そしてハシキ同様、邪魔者とみなされたっていうのはどうです？つまり俺が言いたいのは、アドデックナインを守るために誰かが邪魔者を消している可能性があるってことです。もしそれを検察がまるで検証できていないんだとしたら、俺を逮捕する前にまだやるべきことがあるんじゃないのか？そうだろ泉田。それでも今すぐ俺を逮捕したいなら、その根拠を教えてくれ。あんたらには十分頭数が揃ってんだから。興味深い話ですね。大変興味深い。私たちが知らない情報もあった。よく調べられてますね。必要なら俺が持っている情報は全部渡します。相手は世間に支持されて今をときめくアドデックナインだ。その闇を調べるなんて一介の探偵には荷が重すぎます。泉田健二じゃなく、あなたとならうまくやれるかも。調子に乗るなよ八神。失礼、大事な電話だ。もしもし。そうですか。ええ、ご苦労様でした。それじゃ、実を言うと新谷弁護士殺害犯についてはすでにもう裁判所に逮捕状を請求していたんです。今の電話は無事に受理されたという報告でしてね。これだけ言っても俺を逮捕するのか？逮捕するのはあなたじゃありません。え？ただあなたにはちょっとした役割があったんです。もちろん事件解決に向けてのね。よく聞けよ八神。新谷を殺したのはな、カムロ署の綾部だ。何？死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。町の喧騒に飲まれていった創薬センター副所長の死。その裏にあったのはアドデックナインがセンターへもたらす莫大な利権。八神は全ての事件が何者かに仕組まれている可能性に突き当たる。
だが検察は一切構わず、新谷弁護士殺害犯として現職の刑事綾部の名を挙げた。死体から出た弾は綾部の銃で撃たれてた。間違いない。奴が新谷殺しの星だ。あなたには申し訳なかったが、我々が綾部を疑っていることをしばらく本人に気づかせたくなかったんです。なんせ現役警官の殺しだ。逮捕となると政治や根回しにも時間がかかる。それで今まであなたを疑っているふりを。お前は綾部とお友達だろう。奴の注意をそらすのにはうってつけだった。そっか、全部茶番だったんだな。茶番？うちは大真面目ですよ。それにあなたにとってもこれで終わったわけじゃない。綾部刑事は職務上得た情報を不正に外部へ漏らしていました。我々はその件についても徹底的に追及します。いずれあなたからもお話を伺うことになるのでは。よう、ちょうどあんたの噂してたよ、綾部刑事。聞いてくれ、八神。これから俺は逮捕される。新谷殺しの件で誰かにはめられたらしい。なあ、驚かないのか。俺もさっき聞いたとこだから。今あんたを疑ってる連中と一緒にいる。え？みんなこっち見てるよ。あんたに弁護を頼みたい。この件で頼れんのはあんただけだ。分かった、依頼を受けるよ。俺とあんたの仲だもんな。すぐ接見に行く。話はその時に。じゃあこの決着は法廷で。そっちの担当は泉田検事。楽しみにしてる。でもあんたは誰かさんの操り人形だろ。俺の本当の敵はその誰かさんだ。というわけで先生、綾部の弁護を源田事務所で受けてください。ったく、分かった。じゃあすぐ綾部と接見してんだろう。星野君に言っとく。ねえ、とにかくすぐそっちに行きます。Yeah!
潰れろ。なんだ、ビビっちまったのか。加減にしろ。なんだ？時間食っちゃったよ。いい加減にしろよ。
八神さん、お待ちしてました。すぐ綾部刑事と接見できます。タクシーで行きましょう。